はい、プロパガンダ歴史戦ですね。はい、はいはい、ロバート・カプラン、今日はね、はい、フェイクニュース論、はい、はい、ですね、ロバート・カプランはワシントン・ポストにたまに、うん、論説記事書くんですけど、はい、ハリウッドに自分が見学に行ったそうです、うん、でハリウッドのスタジオで、あ、ここでこういうセットがあって、はい、ここでどういう有名な映画が作られましたんですよって言った時に、うん、あの案内した人に、すべてこれらはフェイクですからって言われたらしいんですよ。その一言に衝撃を受けて、そういえば今フェイクって大変だよなってことで、今フェイクニュースの話をちょっと書いてきて。ハリウッドそういうその観光地があるんですよね。ありますあります。そういうあのセットのところを見れるっていう。でキングコングオリジナル作られた時にこれ1930年代とかですけど、キングコングってどんだけ大きかったか皆さん知ってますかってガイドの人が言うらしいんですよ。あ、超巨大だってみんな言うんですけど、だいたい30センチぐらいですっていう、あの人形を使ってやってたから。人形を使ってやってた。はい。そういうことを言うらしいんですけど。それはあの、はい、ウルトラマンとかの、ああま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 あ、ね、いやウルトラマンはでもあれ、まあ、実写で着ぐるみですから、あれだいたいこれぐらいの大きさですね。はい、なんですか、はい、でここで彼が何を言ってるかというと、はい、あのトランプ大統領も、うん、結局このフェイクって言葉から言うと、うん、今我々デジタル化の時代になってるじゃないですか、うん、そうするとむしろどんどんフェイクがやりやすい時代になってるんじゃないかっていうことを、うん、いう記事を書いてるんですよ、はい、まずデジタル化でみんながこう撮れるようになる。そうすると、フェイクの画像もどんどん撮れるようになる。はい、だから、合成で作れるもんね。そうです、そうです。はい、で、このデジ、しかもこのデジタル時代は、今、始まったばっかりだと。うん、つまり、今、我々デジタル化時代っていうものの恩恵を受けてますけど、うん、これが本当に、なんていうんですかね、社会とかもしくは戦争を変えるっていうのは、うん、多分先に、ものすごく大革命として認識されるっていう、はいはい。だから、多分戦争みたいなことがあって、うん、その、なんていうんですかね、19世紀の産業革命って、うんうん、あのものすごく大きなこれがてあの戦争を変えたんだ社会を変えたんだって認識されたのって、うん、西洋では1914年、つまり第一次世界大戦の時なんですよ、はいはいはい、戦争みたいな大きなエポックメイキングなものがあると、うん、それまでの戦い方が一気に変わるじゃないですか、うん、戦車でできたりとか、うん、マシンガン作ったりとかっていう、はい、で1914年でしかも飛行機出てきたり、はい、で第一次世界大戦で、うん、あ、ここでやっぱ産業革命時代の戦争っていうのはこう出てきたんだなって、うん、はいはい、実感されるわけじゃないですか、はい、そういう風な形で、ロバート・カプランも安全保障の方をよく見る人だから、うん、多分今こうデジタル時代、こんなわーってなって、トランプ大統領が出てきた、ああ、デジタル化の時代の、彼はね、時代の象徴する存在だと思ってますけど、うん、多分次に起こる戦争で、はい、本当のデジ、本当に我々デジタル化したんだなっていう認識が出てくるんじゃないかっていう議論してるんですよ。次の戦争。なかなか、そうそうそう、次の戦争。やっぱ戦争とかで、非常にその、なんていうんですかね、時代の変わり目みたいなものが、うん、実現してくるんだっていう議論をしてます、はい。で、しかも今何が起こってるか。中国でネット監視社会が今最近かなり広がってきてるんじゃないですか。まあ世界で一番あの監視カメラがあるのは中国ですかね。ですね。はい、で、しかも、その、うん、なんていうんですか、あの、パッとこう、今最近なんかメガネ、警察が使わね、顔の認識とかやってる。犯罪者をそれでどんどん逮捕してる、ね。はい。やってますよね。はい、で、しかも今度は犯罪予知とか、まさにあの、トム・クルーズの主演の映画、何でしたっけ、あれ。なんと、マイノリティリポート。マイノリティリポート、ね。マイノリティリポートが、はい、まさに今中国で始まってるっていう、すごい話になってきて、ちょっとしたメールを出しただけで、はいはい、もうすぐ逮捕される。逮捕されるという。もうお前やりそうだと。で、うん、しかもね、これ、すごいこれ、なかなかいい指摘だと思ったんですけど、Google が出てきたじゃないですか。うん、そうすると、Google で検索して、それが狭い検索しか出てこないんで、うん、それを Google を見た人たちが、うん、そこにグループシンクを作っちゃう。つまり、はい、一つの考え方に縛られる傾向が、しかも検索エンジンのおかげで、うん、みんな一つの傾向に縛られることになるんじゃないか、みたいな。なるほど。はい。なるほど。つまり、はい。なるほど。それがこれですか？そうです、そうです。嘘の新聞。もしかして朝日新聞。これ、だからそうですよ。Google で検索をするじゃないですか。画像をちょっと入れといてください。はい。これちょっと。はい、そう、考えなくなる、はい。そう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 。ディストピア感すごいと。はい。これ笑いましたよね、これ。嘘の新聞もしかして。嘘の新聞と入れると Google で一個、はい、あの、あ、それは、それはもしかして朝日新聞って出てくるっていう。しかもその時、虚構新聞を上回ってた。虚構新聞って嘘で、そうですね、あれ面白い。なのに、それを超えてしまって朝日新聞って出てしまってるっていう。と、そうすると、うん、検索する人たちの中では、うん、嘘の新聞といえば朝日新聞っていう情報しかなくなっちゃうわけじゃないですか。うん、ですよね。ある意味グループシンクですよね、これは一つの。はい、これは一つの、もう、まあ、虚構声とか言って。ネッ
ットをちゃんと使う人は、正解出しとか言って。みんなこれを持ってるからね。もしかしてじゃねえよ、みたいな。もしかしてじゃねえよ。I'm feeling lucky みたいな感じじゃない。まあ、最終的に、この、カプランが言ってるのは、まあ、建設的な悲観主義が必要なんじゃないかっていう、まあ、なかなか真っ当な意見で締めてるんですけど。はい、いや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 、確かにデジタル時代って、そんなに我々ね、自由だとか言って、やっぱりほら、ネットの人たちって、なんて言うんですかね、まあ、あそこの、なんですか、はい、サンフランシスコの、はい、シリコンバレーの企業家の人たちって、うん、世界をどんどん良くしていくんだっていうところに行きますけど、はい、ただ、道具可能性が広がっただけであって、うん、そんなに、うん、なんですかね、時代を良くしてるかどうかっていうのはちょっと微妙だなってのありますよね、新しいテクノロジーっていうのは。どうなんですかね。まあでも、うん、我々みたいに、ちょっと別メディアっていう形で存続できるっていうのはまあいいことですよね。はい、ただ、それが逆に今度検閲状態になって、例えばバンされたら、うん、今度こういう話ができないとかね、はい、ありますから。いや、そうなんですよ。まあ、嘘もあるし、はい、本物もあるしっていうところで、はい、視聴者が考えてやればいいんじゃないかと思いますけど、はい、ただ、朝日新聞の場合は、本当のことをやってきたと、みんなが思ってたのに、はい、嘘ばっかりだったっていうところが、そういえば、和田さん、はい、なんか、昨日か一昨日かなんかから話題になってる書き換え問題、文書書き換え、公文書書き換え、はい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 、あれについては何かあるんですか。なんか朝日新聞あれでスクープ出したんですよね、あれ、はい、まあ、証拠があるんだみたいな。官僚が、まあ、朝日側に寝返って裏切ってるやつがいるのかなっていうくらいじゃないですか。前川さんみたいなみたいなやつもいるんじゃないかって、まあ、出世できなくなった成仏できないやつなんかが、出た成仏、はいはいはい、そっち朝日なんかに原本、要は安倍政権だと俺は出世できないと、証拠があるんだ出さないと思った人がそっちに行ったのかもしれないっていうね。なるほどね、はい、入手とは言ってないんだ、確認なのか、うん、そうかそうかそうか、はい、ただまあそれ自体もフェイクかもしれないっていうね。なんかね、そういうのちょっと前ありましたよね、うん、なんか、まあ、はい、朝日はちょっと話半分で考えてないとちょっとわからないところありますね、うん、なるほどなるほど、はい、ただまあどこまでそれが本当の証拠なのかっていうのはね、はい、そう、やらかしてますよね。安倍晋三小学校、はい、安倍晋三記念小学校、ああはいはい、ありましたね、違ってたわけですし、いやちょっと分からんですよ、はい、本当に、はい、いや だいぶでも朝日新聞なんか自信を持ってるみたいなことを、はい、現代、日刊現代、うん、が擁護してましたけど、日刊現代に擁護されてもなんか、朝日なら、はいはいはい、本当に持ってたら出すよね。いや出してないんじゃないですか。本当に持ってたら出すんじゃない。だってマイカーのインチキのやつを黒塗りにちょっとして、ああ、はいはいはい、でもあれ黒塗りにしてたからやっぱりその怪しいってのは分かってたってことですかね。だってあれ全部読んだら違うじゃんって、あ、まあ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 、なるわけじゃない、はい、あれ何の証拠でもないものを朝日は証拠だってやっちゃったわけじゃん。現代に援護射撃してもらってもどうなのかって話ありますけどね、うん、いや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 、すごいな。なんかもう麻生さんに至ってはなんか、うん、おい朝日新聞とか今日言われてましたからね、普通に。まあちょっとこれはね、吉田省、はい、省庁書の話ね、はいはいはい、原発の方のね、吉田庁書も大嘘、はい、大嘘解釈をしてたわけですよ。はい。はい、いやし、だからちょっとその辺怪しいですね。願望で書いてるよね、朝日の記者って。願望で。もう願望で。もう安倍悪気で。そう。安倍悪気。ワルシで行きたいみたいなノリですから、はい、なんか当確とか言ってますよ、当確とかね、うん、はい、だからもう分からないです、分からないです、だからそう分からないです、まだ現状ではね、ね、まあ、印象操作をやってるっていう、はい、なるほどなるほど、今のところ、はい、今まで一個もちゃんとした証拠ないままやってきましたからね、すごいですよね、はい、だからちょっとその辺が、いや本当に政権を揺るがすんですかね、なんか全然見てて揺るがす感じではないんですけど、はい、なんか朝日のやつ読んでるとですね、うん、なんかもう揺るがしそうな大変な記事だみたいな感じになりますよね、はい、いやもう朝日読んでる人は毎回そういうふうに、はい、で週刊現代とかとぴったりですよ。はあ、はあ、そうですか。なんかもう日経平均4万円は見えた。本当かみたいな。そういう感じです。なるほどね。はい。まあちょっと、はい、自体はなかなか面白い感じになってきましたけど。はい。わかりました。リアリスト入門の CD が発売されております。はい。ぜひ買ってですね。勉強になります。リアリズムを勉強してほしい。はい。とにかくリアリズムを勉強してほしい。私も復習して非常に、個人的にもそうだったなっていう、はい、はい。昔思い出して、はい。懐かしいっていう感じはありましたけど。はい。で、この、どこから入っていいかがわからない人は戦略の階層の CD がありますので、はい、ぜひそこから
入っていただけたらと。ぜひぜひ。はい。はい、で、それを読んだ人は、うん、あ、それを聞いた人はですね、次どれ行きたいって言ったら、まあ、これが手頃じゃないかなと。未来予測と戦略 CD。はい、もしくは、未来予測と戦略 CD と戦略の階層、ダブルで、同時に買っていただいてね。なるほど、なるほど。はい。はい、クラウドビッツですね。この辺からは、ちょっと本格的な。ああ、もうこれは、はい、そうですね。本格派三部作。クラウゼビッツ、地政学。地政学、はいはい、ね。そして、デルデルの孫子。うん。はい。ということですね。デルデルの孫子。デルデルの孫子。いや、孫子出たじゃないですか。孫子出ました。孫子出ました。はい、もう本が読めないという人は、もう CD 買っちゃったら早いです。あ、それは本当に。本を読んだけれども、奥山解説がありますんで。はい、そうですね。はい。はい、僕も、こちらの本では、はい、解説を少し書いてますよね、はい。書いてるんですけど、やっぱり、ちょろっとですかね。ちょろっとだけなんで、やっぱり、はい、ね、ページの都合もありますんで、はい、そうですね、CD の方ではもうがっつりやってますんで。はい。はいはい、ぜひぜひ。ぜひ、CD も。はい、よろしくお願いします。していただけたらと思います。そうですね。はい、確かにCD の方の濃度は高いですよ。だって、8時間でしたっけ、あれ。そうですね。8時間、はい、ずっと損失の話してるわけですからね。そうですね。